私はヨネ菌という牛などの家畜の感染症を起こす抗酸菌について研究しています。ヨネ菌は自己免疫疾患などの人の病気にも関与する可能性が示唆されているので、ヨネ菌を摂取すると人間の体内で何が起こるのか、そして食品にヨネ菌が含まれているのかを明らかにしていくことはとても重要です。食の安全に対する関心の醸成につなげたいと思っています。日本はとても厳しくヨネ病感染の防除を行ってきていますが、諸外国はそのようになっていないのが現状です。まずは国内の乳製品におけるヨネ菌含量を分析して実態を示したいと考えています。自己免疫疾患の発症リスクを低減するためにも、食品に含まれるヨネ菌の量の実態を把握し、食の安全につなげることを目指します。ご支援のほどよろしくお願いいたします。